はい、ただ始まりましたアマチュアチャンネル。さあ今回ですね、はい、河合講師と松原さんにおいでいただきまして、松原さんのスケープコート身代わりということで、はい、トイックプロジェクトで、前回だから満点目指すんだみたいなこと言ってましたけど、いいんですか？言ってましたね。僕が知らない間に目標が上がってましたね。そう、目標は950なんですけど、ね、それが、ね、僕がちょっとやらかしてますので、はい、の部下の河合先生には上司である僕の失敗に責任を取ってもらうなんで上司が取るんじゃなくて逆ですよね。じゃあちょっとね、900点超えをしなきゃいけないんで、まずはそのアドバイスをしていかなきゃいけないと。まず900点取るためにはですね、現状を理解しないといけませんから、はい、どういうレベルなのかっていうのをですね、見ていかなきゃいけないです。なぜか松原さんがサングラスで物もらいの俺がしてないっていうことなんですが、はい、ではいきたいと思います。現状今870点ということで、はい、リスニングが415で、リーディングが455点という結果なんですが、まあ、まずこれはですね、非常に不健全な結果なんですね。不健全、はい、なるほど、不健康な点数でございます、はい、まずリスニングの方が高く出てないと普通じゃないんです。あ、そうなんですか、はい、ということで、だからリーディングがもう限りなく限界値に近い普通の人だったら、でそれに対してこのリスニングは低すぎるよっていう感じです。だから450を取ってる人はリスニングがもっと上に出てるんで、だからもう495とかになってる人が多いです。なるほど。でもリスニングが満点の人が多いってことです。そうです。リーディング450を取る人はリスニングがもうほぼほぼ満点の人が多いです。なんでだからそれぐらいリスニングとリーディングって差があるんですよ。でなんでそれの差があるのかの一つの理由としては、リスニングは何問も間違えられる。だから2、3問間違えても全然満点取れる。3問とか4問とかの時もあるんで、はい、それでも満点で、それに対してリーディングっていうのは1問ミスもしくはゼロっていう時がほとんどですね、うん、なのでそういった面では、まあ、超高得点勝負となった場合は非常に不健全な松原さんの前の肉体なるほど。要は耳がダメってこと。耳がダメってことですね。はい、一言で言うけどね。なんでアビリティーズメジャーだというですね、まずはその正答率がありますので、その正答率を見て判断していきますね。まず最初が、短い会話、アナウンス、ナレーションなどで明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる。まあアビリティーズメジャーの見方に関しては動画出てますんで、そちら見ていただくとして、68が平均なんですよ。平均下回ってます。800の人は平均下回ってダメです。だから900取るって言って、こんな60何パーがあるなんていうのもまずありえない、考えられないぐらい低いですよね。はい、でその中で、まあもう連動してるものとして、この5つ目ですね、5つ目と1つ目はかなり連動してる問題が多いので、1が低いってことはもう5も低いんですよ。もうそれはもう分かってるんで、だからパート1や2の直接的じゃないものをだいぶ落としてるっていうのが言えます。はい、でパート1、2どうですか？パート1、2が一番苦手です。わあ、わあ、まあこれが最近パートは難しくないですか？難しくなってます、ね、ですよね。これが京都大学ですよ。リスニングやらずにやってきた結果がこれですよ。そうですね、はい、いやもう圧倒的にワンツーを鍛えないといけないっていうのがもう丸分かりです、これ見るだけで、はい、で2個目はこれはパート3、4ですね、長めの会話のアナウンスの内容の中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測、はい、まあ、推測要素が入るのでちょっと正答率は他のところより下がるので、まあやっぱ平均68になってますね、うん、なんでここは80。そして短い会話のアナウンスナレーションなどにおいて詳細が理解できる、ここは簡単です。一番、はい、はっきりと答えが出てくる、ふうって言ったらもう誰って答えるみたいな、ああいうやつ、はい、そこが平均80で93で、4つ目が長めの会話のアナウンスナレーションなどにおいて詳細が理解できるが平均70において90ということで、で結局はやっぱりパート2の変化球がとても苦手であるっていうのがもう分かる、うん、そしてプラスで3、4の意図問題ですね、そこも落としてるだろうなっていうのがまあ見て分かりますので、もうだってこの週末あるわけですよね。ありますよ、はい、はい、出ますよ。そうですね、動画もなかなか、でもリスニングってそんなすぐ伸びないんでね、うん、パート1、2特許やってください。はい、分かりました。パート1、2特許持ってますか？まだ持ってないです。やってないじゃないですか。パート1、2特許パート1、2特許とでパート1、2特許2も出てますんで、はい、そちらやって、経費で見ますね。安いですね。ありがとうございます。逆にパート1、2鍛えたら何点まで上がるんですか？いや、一気に上がると思います。こんなに伸びしろですねばっかりじゃないですか。伸びしろですね。ワン、ツーがだいぶ伸びしろですねですよ、これ本当に、はい、まあ、あとはリスニングプラクティスとか、はいはいはい、あります、はい、プラクティスは結構やってます。なるほど。じゃあリスニングプラクティスやって、で公式教材ももういっぱいありますから、10まで出てるんで、そうですね、はい、大量にありま
ますんで、そちらやってもらうと。まあ、あとは、だもう別に解説なくても大丈夫ですとかっていうんだったら、800プラスとかね。はいはい。はい、あの辺の。なんで、まあ、パート1特急で800プラスがいいかなと思いますね。はい。はい、じゃあ、リーディングの方いきます。文章中の情報をもとに推測できるが、88ですから、はい、取れてますね。もうだって平均57ですから。で、文章中の具体的な情報を見つけて理解できるが94。で、一つの文章の中、または複数の文章間で散りばめられた情報を関連付けることができる97。非常に高いんです。もうだから。え、一応最後まで終わるってことですよね。結構なこの時はもう終わって10分残しぐらいで、うん、ははで、まあ、ちょっとやっぱ 3,4 問気になった問題があるので、うん、るそこに戻って考えてた結果これです。なるほど。語彙が理解できるが63が平均で96、文法が理解できるが平均70に対して89。ここです。ここですね。おかしいです、ね、文法だと文法を一番やってきたはずなんですけど、ね、そうでしょうね。やっぱトイックに出る文法ってあるんで、多分僕の文法買ってます。あそう、それは嘘でしょ。嘘買った気がする。嘘やん。じゃあ文法だけ買った。文法、トイックに出る文法ですね。まあまず僕のあの講座は普通に出てますんで、まああれはすぐに多分解けちゃうと思うんで、もっとレベル高いところですね。デルセンとかはやってました？デルセンはやったことないです。あ、やったことないんですね。いやもうデルセン全部余裕で説明できるまでになってもらって、そもそも資料の時にものをあれ全部説明できるようになってなきゃいけないんで。そうですよね、はい、完全にその受験期の財産だけで生きてますね。そうだから受験の文法だけじゃないんで、トイックに出るものっていうのがあるんで、受験には出ないけどトイックにここは出題されるみたいなのがあるんで、そこを潰さなきゃいけないんで、まあメンバーシップもありますけどね、うちの皆さん見ていただければと思うんですが、そこですねを潰すっていう形で、まあだから思ったよりも伸びしろがある。本当ですか。はい。文法ができない、ラッキーですよ。文法100取れるんで。ああ、なるほど。読解よりも全然上げやすい。はいはい。のでだからリーディングがまだ上げられる、455がリミットじゃないっていうのは、これはでかい、うんうんうん、でそれに対してリスニングがもう伸びしろだらけ。なのでいや950は結構現実的、ね、いけるんじゃないのかなって思いますね。なるほど。だからリスニングをもう満点取って、もうだって現状維持でリーディングそれでいけちゃうわけですから、だからリスニングまあ480でリーディング470でこれ950いけるんで、そうですね。なんで文法を上げてパート1、2攻略していけば目の前じゃないのっていう感じです。思ったよりも、まあ、900は超えやすい。なるほど。990足らないじゃないとね。いやそれそう、まあそうらしいですね。現状はどういう状況ですか、今勉強としては。これが11月、これ11月です、ね、で1月今度受けるわけですか。そうです。あんまり新しいものに手をつけてるっていうよりは、はい、今までやってたプラクティス、はい、リスニングプラクティス、はい、で、まあ、リーディングで言うとパート7の勉強ほぼしてなくて、はい、語彙を忘れないようにキンフレとキクタンとやってるのと、はい、文法も、文法じゃあデルセンです。もうデルセンを日曜までには全部終わってる。日曜までに。なるほど。いや多分できてるのがほとんどだと思うんで、うんうんうん、そのできないところですね。トイックで出てくる、だから受験には出てこないけどトイックに出てくるっていうところを潰せばいけるかなと思うんで、いやこれは期待できるアビベです。ありがとうございます。他のやっぱ難しいところが、いわゆる 3,4 が伸びないとか7が伸びないって結構時間かかるんで伸ばすまで、はいはい、でも文法ができないが一番伸びやすいし、パート1、2ができないは伸びやすいんで、だから伸びやすいところが残ってる。あこれは上げやすいですね。良かったです。意外と900、いよいよそうですね、まあ、とりあえずは900突破して、ね、950にたどり着いて、そうですね、今年は990ですね。いや今年中、いやもう990も全然別世界にいないといけないんで、950と90ってだいぶ差がありますね。もう差がめちゃめちゃすごいです。もう英検準一と国連英検特 A 級ぐらい、はい、それぐらいの差があるんで、はい、950はいつまでですか。6月まで。6月まで。じゃあちょっと甘いですか。わかりました。じゃあ6月まで。ダメだって何があるんですか。罰ゲーム。あれって坊主ですね。坊主かマジでですか。もうちょっとちょっとやばいですね、それは。ま、そこはじゃあ僕も申し上げて、一緒に坊主になりますし。連帯責任で。連帯責任で。本当にやるか。すごい。坊主今まで一回もしたことないですよ。僕もないですね。生えてくるのか不安だけど。もう二度と生えてくるのか。君は大丈夫。まだ若いからね。頑張って、はい。基本的に900いく人、英語力でいくのか、トイック力でいくのか。っていう感じなんですが、まあ、読解力がもうだいぶあるんで、あとはトイック力を足せばいけるだろうなっていうのが、まあこれ見た印象。いや坊主は嫌やな。ちょ頑張れよ。松原さんの坊主は見たいですね。自分もやらなきゃ。結構坊主似合わないと思うんで、かわいすぎて。いや本当にちょっと数ヶ月家出れなくなりますね。はい、ということで、はい、やってもらおうと思いますので、ぜひとも応援してあげてください。はい、お願いします。ありがとうございました。できぼうちん。